このピンクパールはその赤肉品種の中でもほぼ赤肉の元祖に近い品種。1940年のこれ。どうも、こんにちは。こんにちは。ここです。スーパーフルーツティーチャーのナオです。アッコです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、今回は、ココのリンゴチャート表作りの第7弾でございます。7弾。14種類目。14種類目。というところで、はい、まあ、今回結構ね、もう皆さん知らない。これはレアだよ。レアリンゴが2種類揃っております。はい、でこちらが、まず名前から言うと、はい、ピンクパールとこちらがコックスオレンジピピンっていうね、すごい変わったリンゴなんですけど、アッコさん当然知らないですよね。知らないです。そうですよね。これは多分ね、リンゴ好きでもこれ多分知ってる知ってるって言ったらもう相当なレベルのリンゴマニアよ。まあまあ、で色合いもちょっと変わってるよね。もう赤くないし、これとかもう何色っていう。でまさにピンクパールよねこれ。どういうこと？ピンクパール真珠やん。真珠って思った？でそこ否定する？そこそこ流してよ。真珠とは思ってないです。ちょっとこのさ光沢のある感じとか真珠っぽくない？分からん。はい、じゃあ真珠ではありません。はい、アコさんなんかお菓子作り好きなんですよね。はい、趣味です。最近何作りました？タルト作りました。あ、どんなタルト？何タルト？なんかダマンド系のやつとか、はいはいはい、あとお菓子教室に行っていて、でそこでダマンドの入ったタルトと、うん、はい、あとカスタード、うんうん、フルーツ柿の、はいはい、柿が乗ったカスタードのタルトを作りました。柿とね合いますよね、はい、カスタード、うん、やっぱリンゴやからさ、僕アップルパイ好きやよね。アップルパイとか作らない？アップルパイは、まあ、パイはね、ちょっと面倒くさい、大変やな、うん、なんかすごい、なんでみんなここになっていくんかな。アップルパイは好きなところがあるんですよ、私が。ああ、そうなんや、はい、え、どこ？あのパン屋さんなんですけど、うん、アベノのショウさんっていう、ブランチショウさんっていうところの幸せなアップルパイっていうのがあって、食べてみた。それがめちゃめちゃサクサクで美味しくって、へ、嫌いやったんですけどアップルパイ好きになりました。食べてみたいわ。ぜひ買ってきます。いや、アップルパイってさ、なんか結構好き、やっぱ、まあ、リンゴ好きなのもあるねんけど、僕もちょっとアップルパイ好きやけど、ちょっとこだわりあるよ。使ってるリンゴはちょっと酸味の効いたリンゴを使ってほしい。あ、うん、あのコンポートにして入れるやんか、大体なら甘くなんね、ものすごく。じゃあもはやもうリンゴじゃなくていいじゃんぐらいの味なんだ。まあ、いや、まあまあまああるよね、うん、そうやったらもう僕はもうこの品種使ってよってもう言いに行きたくなるぐらい、まあまあ、リンゴの個性が出るようなそうそう場合とかね、うん、はい、というところで、はい、まあその続きにはならないんですけども、はい、まあこのピンクパールからいきましょうか。はい、どんな リンゴ、まあ、さっき真珠って言ってたけど、まあ、見た目取りましょうか、はいはい、これをまあ真珠と思うから、もう自分も真珠じゃないんで勘弁してくださいよもうっていうところと、こっちがコックスオレンジピピンね。まあ、ほんま色合いがね、やっぱちょっとだいぶね、赤っていうよりはね、両方ともだいぶくすんだというかね。そうやね、あの触った感じもだいぶザラザラしてるのよ。はいはいはい、そうですよ。そうとか、うん、っていう感じの見た目です。はいね、特徴、はい、このね、まあ、ピンクパールは、まあ、ちょっと断面を見せずに言うとちょっとピンとこないと思うんですけど、これはね赤肉品種なんですよ、はい。まあ、結構今まだスーパーではそんなに見かけへんよね。ただまあ山口果物ではもうおなじみやん。いやいや、それはね、なんかもう錯覚してるよ。うちでもうなんか慣れてきたからこそ普通になってるけど、いや他見た時にないから、そんな赤肉品種ないよね。そう、あ、赤肉品種っていうのは果肉が赤い品、もう普通はリンゴは皮が赤いけど中は白い。赤肉品種は皮の色は別として中が赤い品種なんですよ。そうで、もう日本でもどんどん開発されていろんな品種が出てきてて、まあリンゴをこだわって作られてる農家さんの間ではもう結構定番っていうか、あの盛んにも作られてるようになってきてるけど、やっぱり
い、味だけじゃなくて色を発色させないといけない中の赤色、これがまた難しくて、なかなか農協を通して出荷っていうところに載せてこれない品種なんですよ。まあ、噛み砕いて言うとね、赤肉品種って言うてんのにもかかわらず切って赤くなかったら赤くないやないかってクレームくるやん。その技術が農家さんが難しいからそのクレームが出るし、まだ一般的に流通できないんだよっていうところがあるっていうふうなことが言いたかったということですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そうなんですよ。で、まあ、山口果物ではもう結構何年も前からずっと赤肉リンゴをもう店頭で販売してるんですよ。はい、うん、まあ、リンゴ界では結構新しい風なんですよ、この赤肉品種っていうのが。なんでココちゃんの感覚的には赤肉が出回ったっていうか、こう、まあ、出てき始めたのは、うん、年代でいうとどれぐらいだと思う？だから僕し、もう5年ぐらい前ぐらいかな。うん、だからココちゃんがうちに来たのが7年8年前。いやもう10年経った。10年前。そうやで。もう10年。で、その時は赤肉リンゴのあの字もなかったよ。そうやね、なかったなかった。うん、そう。だからやっぱ5年ぐらい前からうちでも何やこれって言って、でその5、6年ぐらい前は僕ももう探し回って、もう問い合わせし回ってやっと手に入るレベルやったんですよ。それが今、まあ、まあ、のどこの農家さんが扱ってるかも分かってきたんで、まあ、パッと手に入るぐらいになってるんですけど、このピンクパールはその赤肉品種の中でもほぼ赤肉の元祖に近い品種。1940年、これ40年、その頃からあるね。ただ味がかなり個性的、今の赤肉とはまたちょっと違う、あ、赤肉ってもともとこういう味だったんやっていうのが分かる、そういう品種ですか。はい、うん、古い赤肉品種ですね。はい、ともう一つコックスオレンジピピン、はい、これは日本で作ってるけども原産はイギリス。あ、イギリスなんや、これイギリスの品種で、まあイギリスではまだ手に入るけども日本では超激レア品種です。はい、もうこれを扱ってる農家さんは僕は2軒ぐらいしか知らないです。まあ、まあレアやね。もう超レアです、ね、今のところ香りはね、嗅いだ感じはないないです。ない、はい、切ってどうなるかっていうところです ね、 そうですね。ちなみにこれもめちゃ古いです。1800年代のリンゴです。いいね。もう古き良きリンゴですよ、これ。そういうのが食べれるっていうのがいいやん。そう、ね、まあ、今のリンゴたちとの味の違いを食べて比べてほしいなと、うん、いうところで、はい、はい、じゃあ用意お願いします。はい、はい、来てもらいました。はい、さあ見た目、もう見た目明らかに違うでしょ、うん、これはやっぱりわかるよね。ピンクパール赤いもんね。これ別にね、切って時間経ってこんな色になってるわけじゃないんですよ、これ、うん、こっちもね、ここやっぱり赤いかね。で、もう一個がコックスオレンジビビット。この辺やっぱね、そんなに他のやつと比べても変わらないかなっていうところですね。はい、はい、さあ赤肉品種、あ、これ初めてですよね。初めてですよね。楽しみですよね。しかも赤肉の中でもさっき説明があったように初期のやつというところで、今のまたちょっと赤肉とは違うから、この後また来るんですよね、赤肉。あ、どんどん来ますこれ。来るから、うん、まあ、それともちゃんと覚えといてね。後でまた食べるんだよ今度ね。はい、というところでどっちから行きますか。どっちから行こうかな、これはちょっと悩ましいな。ピンクパールやな。そうやな、そう思いました。もたしてます。分かってない。怖っ。じゃあピンクパールいただきます。赤いやつね。ジューシー。うわ、パキッ。うん、なんかね、どう、これ食感難しいよ。おお、これね、どういう顔かって言ったらね、酸っぱいんです、このリンゴ。だからこんな顔なんで、酸っぱいでしょ。だいぶ酸っぱいね。酸っぱい。うん、いいわ、この特徴。大好き。ほんま、でも香りはほんまないね。ほんまないね。うん、ほんま好き。酸っぱいの好きなんやけど、それでもだいぶ酸っぱいね、これ。うん、うん、ちょっとね、赤肉リンゴ独特の香りってわかる？
いや分からへん、分からないです、初めてなんです。あの梅に似た香りがあるんだよね。そう、それが赤肉の特徴。梅に似た香り、すごいね。赤肉品種分かるって言って、ほんま初めてやって言ってんのか分かるわけないやな。ほんまにむちゃくちゃ言うね、なお先生。今思うとほんま先の話聞いてたな。えらい今日俺いじめるな。いやいや、そんなことないけど、いや聞いてたかなってな。聞いてたよ。さあ、はい、これすごい評価難しいですけど、アッコさん、うん、覚えてますか、はい、甘さと食感、はいはい、1から10で評価しますというところで、甘さからいきましょうか、はい、甘さは1。おー、食感、食感は、食感むずいと思うわ。食感は6で。おー、うん、でも食感もそうやけど甘みも難しいんじゃん、これ。いや、むずいよ、うん、両方とも難しい、うんうん、僕ね、甘み1にします、はい、あ、そうなんか、うん、1ではないんやけど、まあ1にします、うん、食感5です。だほぼ一緒、うん、なお先生、僕は、まあ、食感からいこうか、食感6、うん、ちょい固め感なんだけど、甘みは3ぐらいはあると思う、うん、これね、これね、甘、酸味に隠れてるけど、うん、甘ちょっと あるんじゃん。いや、あんねん、確かに、あるけど、ただもう一個チャートを足して酸味をつけるとしたら酸味は10です。酸味10、うん、ほんまに酸味が強すぎるから甘みを感じないのよ。もうね、香りも甘みも全てを覆い隠す酸味、うん、そう、もうすごいです、もらい後味が酸味、そう、酸そう。で、もう一個ね、その食感が僕難しいって言ったのがね、うん、果肉自体はそんなに硬くないね、うん、ただ皮が硬いね、うん、だからこの皮だけ食べるとすごく硬く感じるから、まあ、中間とでも僕は5にしたんやけど、うん、難しい。果肉だけだったらそんな硬くないよ、果肉だけ食べると、確かに、っていうことで、はい、このピンクパール、すごい評価が難しい。難しいですね、これ、うん、まあ、かなり個性的ですよ、うん、でもいいよ、美味しいよ、うん、もうこれ美味しいって言えるかどうかやけどな、僕は美味しいと思ってます、はい、うん、はい、ということで次行きましょうか。コックスオレンジピビン、コックスオレンジピビン、これはね、結構色は白いよね。色白いです。果肉がね、いい感じですね。あ、いい感じですね。うん、いい感じですね。っていうのは、あの、一般受けしそうかなっていうところですね。いただきます。うん。うん、これまた難しい。舌触りが特徴じゃない？うん、あれ、僕だけかな。うん、舌触りわかる？舌触り、うん、舌触り、食感じゃない、舌触り。また難しいチャートを出してきたな、うん、あの舌に当たってる感じがザラついてはないけど、うん、あのちょっと擦れる感じがするの、舌に、うんうん、果肉が変わってなくて、そう、果肉が、うん、うん、うん、皆さん食べ終わりましたね、はい、はい、難しい、これは難しいよね、これも、はい、難しいです、はい、じゃあ、はい、甘さ、はい、甘さから、甘さ3、もう、甘さ3、うん、食感、食感7で、あ、いいね、いいですか、分かってるわ。あれ、アッコさんに優しい。いや、ちゃうねんて。だって今までその一緒に間に食べてきたスタッフと結構合わないことが多かったけど、結構今日はなと思って。僕ね、甘さね、はい、2。ああ、そうなんや。食感7。うん、です。はいはい。はい、僕は甘さ4。4。4。食感な、ね、食感はそれでしょ、食感パキッとしてて、うん、やっぱでもどっちかというと酸味が強い、これも、そうやね、酸味が強いで、まあ、ピンクパールと一緒で、うん、甘さはあるんやけど、うん、酸味にやっぱり隠れてしまってる部分があるというか、そうだね、でもしこれに僕も酸味チャートをつけるとしたら、うん、多分酸味7ぐらいかな、これは、ああ、僕酸味9ぐらいですわ、あ、ほんまに、うん、で多分ピンクパールよりも糖度測ったら多分糖度は高いと思う、コックスオレンジの、そうやね、だから僕は3ぐらい感じたから、これは4ぐらいかなっていう感じ、分からんでもない、うん、確かにっていう感じですね。ただ両方ともやっぱりほんま酸が来るよね、酸がね、来ます来ます、この酢で通ってる、はい、ほんまに舌が酸っぱい、ずっと酸っぱい、舌がずっと酸っぱいけど、ちなみにこのコックスオレンジピビンは、
調理用のリンゴなんですよ。これね、はい、そうなんですか。加工用リンゴなんですよ。ただ、まあ、加工用リンゴの中では甘みが強くて香りが立つから生食用としても出回ってるけども、本来は本来の持ち味は調理してこそ生きるリンゴ。だからこそね、アップルパイでもしたらこれ絶対美味しい。絶対美味しいですね。絶対美味しい。これはさっき言ったあの酸味が生きる、調理しても酸味が出てきて、しかも甘みもしっかりある。なお先生が好きなアップルパイになるっていう。そうそう、これは絶対になる。美味しい。間違いなく美味しい。そう、美味しいですよ。なるほど、うん。うん。どんなに甘いものと合わせても絶対負けない。うん、酸味が。確かに。で食感もあるからね。はい。ほんまにいいかなって。でもこの分かる感かな、この僕の言った舌触りって分からへん。分からないですよ。あ、分からへんかった。舌触りはなんかなんとなく分かります。だからちょっと食感とは違う。舌触りが、果肉の舌触りが違うのよね。まあその辺は。まあ、レアやから皆さんに食べて感じてって言いにくいんやけれども、えこれうちで販売してんの、はい、これ販売してます。あ、うち来たら買えるそうです。買えます。しかもこれはこのピンクパールとかは山口果物が扱うレアリンゴの中でも特にレアなんですよ。そうやな。だから1回来たら終わり。えこれごめん、値段なんぼ、ピンクパールいくら。ね、300円かな。おお、えクソレンジピピンは350円。ああ、まあまあ、あのさっきの、まあ高いですよ、リンゴ、シナノスイートとか、うん、あの辺の100円台のリンゴに比べたら高いけど、高いです。でもこれはなんだ、増える価値がやっぱあるよね。でクソレンジピピンに関してはパティシエさんとかがもう調べに調べてうちにさまよいついて問い合わせが来たりとか、あのありますかって聞かれたりというのはある。そう、まあ、業界ではそこちょっと流し入れ始めたリンゴですね。はい、まあ、僕はね強く言いたい、珍しいリンゴ食べたかったらうちに来てください。あ、それはもう自信持ってます。絶対ある、ほんまにある。いやだってほんまにあるもん、うん、今でこそ何種類ある、今でもほんま十何種類ぐらいはちょっと揃ってきたよね。そうですね、僕今ちょうどあのフルーツ大学の準備をしててリンゴのレジュメを書いてるんですけど、今までね20枚ぐらい、おあります。でも終わったリンゴもちろんあるけど、今あるだけでも十何種類あるから、はい、ありますね。やっぱそれはすごいよ。でしかもまだまだこれから出てくるのを控えてる品種が、僕もパッと覚えただけで10品種ぐらいあるからね、来ますよ。まだ僕の好きなリンゴ出てきてないからね。あ、それもね、はい、今年はね期待していいよ。分かった、じゃあそれは今年は期待しておけます、うん、すごいのが来るよ、すごいのが。ということで今回第7弾が終わったんで、はい、次第8弾も楽しみにしていただけたらなと思います、はいはい、で次回もよろしくお願いします。